はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちらもう私の第二の相棒スーパーサイジンロゼ3ですね。まあこちら久々に使っていきたいと思います。もうマジで好きなんだよ俺。ネタにしてるこの後ろの親戚のおじさんは知らないけど、もう手前のさ、このロゼ3本当にもうバカかっこいい。うん、しかもね、俺の好きな UR のイラストなんだよこれ。シークレットじゃなくてね。いや、もう完璧と言わざるを得ないイラストをしてるんだけど、でも好きだからずっと頑張って使ってたんだけど、まあ変身したら親戚のおじさんになるとバカ強いんだよ正直。正直強くてやれたんだけど、まあ、今さすがに全属性ガードだけじゃきついんで、もうさすがにちょっとついてこれなくなっちゃったけど、まあ久々にねこいつ使ってまあ楽しんでいこうと思います。まずこいつ楽しいんだね。うん、強い云々じゃない、楽しい。しかも三突になったっていうね。いやー、でね、もうなんか活性ね、ちゃんとスキル玉もつけて、あんまりリンクレベルを上げない俺が真面目に上げた。コツコツ上げて、ね、いつか鍵で一斉に解放したいなと思ってね、ここちょっと放置してんだけど。で、まあザマスと身勝手フィールド被ってんだけど、まあとりあえずね、まあ今回ザマス主役だし、まあわざってくんは最悪フィールド展開しなくても回避率はまあ変わんないんで、まあ別に問題ないでしょうということでやっていきたいと思います。まあとりあえず、まあ身勝手3人が揃った、来るぞユーマで710万で、まあこいつはね、サポート乗っけられるんで、まあサポート役ですね。ロゼくんのサポート役で連れてきましたと。大丈夫、これかわすよこれね。やっぱ相棒はね、もうちゃんと今回はねガチだから。今回ね、もうガチだからね、もうパッパともうロゼ3のいいところだけ見せてね。で、ここは確定回避なんで美味しいと。まあ、実際ロゼ3、ね、出た時、すげースムーズに変身したから。すげースムーズに変身したからさ、まあ、アニメね、俺まず2になって、その後にもう身勝手と、総国ベジータ来て、やべえ勝てねえってなって3に覚醒するかなと思ったらね、まさかのね、もういきなり3になるっていう。国威の戦士相手にいきなり3になるっていうね、それがちょっとびっくりしたけど、かっこよければ何でもいいですね。かっこよければ何でもいい。まあザマースでとりあえず被弾パッシブ稼いでいきましょう。 OK で360万で引き裂いてぶん殴って、おお、3人まとめて粉みじんにしてペチペチして、まあ、ここはアタック上げて問題なしと。で、まあ、言うて強い、500万。まあ、去年の12月に出たキャラにしては強いよ。で、こっからアタック無限上昇と。おっと、ペチペチ。お茶目なところも可愛いから OK。で、テンポのいい蹴りからのカメハメハと。で、みんながオラに託してくれたからの、マジパンして、ボコボコして、ボコボコして、で、マジ殴りと。で、おー、いいね。張り切ってる。こいつも相棒だからな。もう、兆しが第一の相棒だけど、第二の相棒は、ね、ロゼ3くんなんでね。相棒同士の掛け合いで、めちゃめちゃやる気が出ていると思ったけど、なんか全然かわさねえ、こいつ。全然さっきからかわさねえんだけど。まあ、ここはとりあえずね、まあ、チンタラやってる。まあ、ロゼ3くんの変身条件が5ターンなんでね。まあ、ちょっと時間稼ぎながら、まあ、どうせ次の4人で変身できるからな。まあ、ロゼ3のね、嫌なところは、唯一の嫌なところは、勝手に変身しちゃうとこだよな。まあ、いいんだけどさ、アタック無限上昇バンバンもう、めっちゃ積んで、最強フルパワーロゼとか作れたらね、面白かったんだけど、勝手に変身しちゃうからな。で、おっと、倒せなそうか？で、ぐるぐるして、ダンドンダンと。で、マジ殴り。おー、悟空の顔殴っとる。で、避けない。なんか、身勝手さん、大丈夫？みんな最初の一発食らってんだけど、力以外。力が一番有能って珍しいな。はい。で、4兄弟が来て、ここちょっとやばいんだよね。全属性ガード発動失敗すると、死です。ああ、間違えちゃった。マジよ。もうちょっと話してほしい。アイテム使おうとして間違えて、バトルオート押しちゃうのあるあるすぎんだよな。まあ、とりあえずアイテム使ったんで大丈夫でしょう。全属性ガードを発動すれば。
で、ここはもう問題なしでしょ。まあ、ご飯先に倒しちゃいたいね。1000万と。まあ、ザマスも強い。まあ、こいつは一生腐んねえかな、実際。フィールドの仕様さえ変わってくれれば、全然腐らん。無敵の、ね、無敵のフィールド強すぎるよね。で、極属性の当たるダメージも、1.3 倍だっけ？強すぎ。で、やばいな。オッケー。こいつが一番危ねえだなと思ったから。まあ、ロゼ3君得意属性じゃないんでね、こいつ。まあ、全属性ガード発動すれば、まあ、全属性ガード発動すればね、全く問題ないんだけど、まあ、大丈夫だよ。相棒だから。相棒はね、ちゃんと全属性オーラ発動すんだよ。で、オートピッコロさん。まあ、でも 40% 軽減プラス全属性ガードなんで、問題なしと。いいね、相棒やっぱ強いというか、ちゃんとね、ちゃんと全属性ガード発動する。どこかの、どこかとは違って。で、テンポのいい蹴りからのカメハメハぶっぱしてので、オラに託してくれたパンチを息子にパンチで、マジ殴りしてなんか避けなすぎじゃない？さすがに、さすがに擁護ができないぐらい避けてない。じゃあ、まあここは兆しくんね、任せましょうと。まあトラカス、あー、まあでもベズイータ、もうパッパと殺していきたいよね。もうパンチしちゃうか。さあ、託されたベジータを殴って、まあとりあえずも1匹倒さないとね、割と自利品する可能性も、ビレゾンなんでねまあみんな綺麗に一発食らうからね。まあまあいいよいいよ、今回はね、兆しくんだけが悪くないからみんな悪いからね。赤信号をみんなで渡れば怖くない理論で OK ですといった感じで、いいね、見てるから避ける、見てるから避ける。で、力が2000万、頭がおかしいと。で、マジ殴りして倒してほしいな、できれば。まあさすがに無理か。で、腹パンしての、いいね、見てるから避ける。で、で1000万、強い。で、ナイス会心からの800万トン。で、マジ殴りと。で、ペチペチしての。見ないけど避ける。見ないけど、見ないけど、避けると。直撃の流れかと思ったけど。あ、D ね。お、誰？え、誰？誰？はい、知らない親戚のおじさんが登場と。お、いいね、ジレンサポート乗っけた親戚のおじさんが見れる。じゃあジレンサポートは久々に見るか。最近飛ばしてばっかだったかな、あいつ。あとは任せる。任せるんですか。いない。まあ確かに今回はいねえな、今回はいない。あ、でもこいつ無能無能だこのハゲ。今日しゃぶってるけど無能な仕事だったなお前。まあ、とりあえずトラカス殺すか。で、ジレオはサポート乗っけてもらいましょう。で、フルパワーロゼクになれば全属性ガード成就なんで、ディフェンス面は心配なし。おっと、お前が心配だったか。で、1300万。とりあえずご飯倒してほしいな。マジ殴り。もう一発。ナイス。あ、多分倒したな。アイステマ強いね。やっぱ強いわ。まあ、さすがにディフェンスはちょっと心配になってきたけど、未だに現役と。で、戦略強いっしょこいつ。強いんだよこの子。強いの。こんな変な見た目だけど強いの、強いの強いのこの子マジで。本当に強いの、冗談抜き。変な見た目だけど強い。ギャップ萌えですね。でいいね、トラカス殺したんで有能ムーブと。で、全属性ガードなんで最新ステージも問題なしと。で、身勝手ヒールド発動できるけど、まあ今日の主役は身勝手じゃないんで、まあとりあえずピッカス殺して、身勝手でベジータ殺してもらって、まあ取りこぼした時用にわざってくんもベジータ狙ってもらいましょう。2400万なんで、あ、ジレンサポート、え、強ない引くぐらい強いんだけどこいつ。いや、相棒だな、相棒強えわ。で、いいね、避ける、かっこいい。今日めっちゃかっこよく見えるわこいつ。で、マジ殴りして、
で1300万と、でマジ殴りで、おーいいね。で見てるから避けると、で800じゃなくて940万。まあもう1ターンかかっちゃうかな。おっと、お前かわせよマジで。いいね。でザマスフィールド OK 発動できるけど、まあ別に今する必要ないんだよな。まだいっか、変身させない方が火力は出るんでね。まあここで倒せるでしょう。で1000万、まあ強いね。で990万の差し入れの吹き飛ばすと、あ倒せないこれなんか倒せなそう。あーでも会心出して、どうだろう、いけるかな。わざってくん次第だけど、厳しそう。あいけるいける、死ね。じゃあまあとりあえずジレンくんは脱いでもらおうかな。どうしようかな、まあ今日いっかはい、無慈悲に飛ばします。でここドッカンゲージ貯めたくないんだけど、絶対溜まっちゃうなこれ絶対溜まっちゃうから、もうさやない取るしかない。相棒に美味しいところは持ってかれちゃったけど、1900万、まあ押さなくていいっしょ。 OK。 さて、いやこれロゼスリー君に任せてみたいけどさ、あれザマスフィールドごめん、久々に使ったからお前の条件忘れてたわ。そっか、神次元、あ、じゃあ未来編いねえ、ダメなんか。やっばいや、まずいんじゃないの、まずいんじゃないの、カービィ。はい、認知カテゴリー。またサムネが認知になるかもしんない。やべえ、忘れてた。そっか、70% 以下じゃない、ダメなんか、無条件は。どうしよう。まあ、アイテム使えば守れそうだよね、実際。いや、でもちょっと怖いよね。怖いから、ごめん。はい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 、認知カテゴリー。はい、認知カテゴリー入っちゃってるんでね。もう、わざってくんで、かわしてもらうわ、無難に。無難にかわしてもらいます。いやー、そっか、間違えちゃった。テヘペロ。で、わざってくんが930万と。で、マジ殴りして。オッケー。で、ここは問題なしと。サイヤ人の王子は、この俺だ。くわ。さ、感動場面だけど、かわして殴るっていうのを最低のことをしてます。で、強いよね、でも。1000万。毎回、しかも2発。これ2発だよ、これ2発。で、しかも超回復する。いや、やっぱ強いね、こいつ。強いよ。化け物。これ、割と1年前に実装したものとしては、同じ人だね。同じ火力出してんだよ、このザマスと。いや、バカ強いよね、実際。バカにできん強さはしている。じゃあ、まあ、力磨ってくん。華麗にかわして、カウンターしてもらいましょう。どうだ?ちょっとわかんねえな。いや、大丈夫。さすがに、だって 84% 回避だよ。外す方が難しいし、オッケー。さすがにね。で、ニュース。2500万。まだ上があったんか、お前。虹じゃねえかんな、これ、しかも。虹じゃないのにこの火力を出すの怖すぎやろ。オッケー、会心出して、1800万と。で、1000万。あ、いいね。ワンチャンあるじゃない、あれは。美味しいところロゼスリークに任せられんじゃね。うん、まあこことりあえずこうだよね、さすがに。こいつがかわすの失敗したらそれはそれでおもろいけどそれはそれでおもろいけど、今日の主役はね、残念ながらお前じゃないんだ。いつものお約束は次に取っといてくれ。殺すなよ。
一応ちょっと忠告しとくけど、殺すなよマジで殺すなよお前。ああオッケーオッケーこのカットインが入るか入んないかで分かっちゃうのがちょっとあれだけど、でクワを回避していきの、で3434万でオーバーヒートマグネトロンぶち込んで、お前殺すなよこいつこのハゲ、このハゲ違うだろ。はい、ハゲがちょっとやらかしちゃいましたハゲがちょっとやらかしちゃったけど、まあでもロゼスリー君強いね、やっぱり、うん、やっぱ強い。まあ皆さんもね使いましょう。実際これ強いよ、冗談抜きで。おおパンちゃん会いに来てくれたんかい。あ、そっか、クリア済みに作ったんか俺40% 回復がまあ最初1ターンあって、そのターンから次から 15% 軽減じゃない、まあ次から 15% 回復で、行動後は結構ディフェンスあるし、まあスーパーサイジンごとスーパーサイジンいることはあんまないけど、やっぱ強いね。うん、お前にステッカーを貼ってやろう。あ、まあ間違えてた、あ、貼れねえわはい、終わります。はい、終わります。まあ皆さんもね、ロゼスリー君と知らない人使っていきましょう。はい、ではまた。